三好重臣三好重臣から1900年11月28日は明治期の日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。死尺。陽名は君太郎。別名は相田春介。長州藩士、三好五右衛門の逸夫として生まれた。1863年、騎兵隊に入隊して参謀職を務めた。1867年。 新部隊総監に就任。1868年の母親戦争では、越後方面に進出して、武功を挙げている。明治維新後は新政府の下で、1871年、陸軍大佐となり、東北賃大司令長官、仙台賃大司令長官、大阪賃大司令長官を歴任。1877年の西南戦争では、 政党第二女団司令長官として出陣したが、敵に敗れて負傷している。1880年、陸軍中将となり、東部官軍部長、熊本賃大司令官、東京賃大司令官、第一師団長、官軍などを歴任し、1894年、予備役に編入された。さらに、数密顧問官を1897年まで務めた。 1884年7月7日に死者区に除せられる。1900年60歳で死去。なお相続に関して重心は、宝刀の激しかった長男三吉太郎を拝着し、太郎の三吉東一に死者家下を相続させている。妻の梅子は宮城県平民、及川林作三女。子供は長男の三吉太郎のみ。太郎の友人だった。 港熊楠の日記や、双方の書簡によると、太郎は、父の誤妻を誘惑したという理由で1885年に、感動同然に、米国へ留学させられ、ミシガン大学放課に入学、下宿していた、同大学医学部女子ブルワーの娘アグネスと年頃となり、1890年1月に、長女、こと子、翌1891年3月に長男、東一を出産。 同年5月に妻子を連れて帰国した。同年7月1日に日本で正式に結婚するが、これは家族の国際結婚の最初となった。1896年に太郎は廃着となり、相田太郎に改名、大阪に転居した。孫の男は男爵外、松亀太郎の5妻となった。孫の東一は祖父死去に伴い就職し、1918年、 東京帝国大学農科大学林科大学を卒業、提出林野局技師として林業試験場に勤務した。その後、東大農学部教授となり、ヒノキの研究で日本農学賞受賞、日本木材加工技術協会初代会長も務めた。ありがとうございます。